常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。中国経済ガチ換算ということで、今日の内容面白い興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。先々週の金曜日ね、はい、チャイナの株価がね、まあ、ほぼピークをつけてですね、運よくね、そのタイミングで私チャイナ株をショートね、売りから入るっていうね、売って後から買い戻すっていう形でね、まあ、ショートしたんですけれども、先週のね、まあ土曜日にね、チャイナの財政大臣、まあ日本でいう財務大臣ですね、会見してね、追加経済政策が発表されて、今週は爆上げの予定だったんですよ。だったんですけど、まあどんな感じかというと、先々週の金曜日ドーンって言ったやつがね、まあ月火でドドッとこう下がって、そこからぐにゃぐにゃぐにゃって揉んでて、ここのね金曜日のピークにまあ戻らないという状況が続いています。でそんな中ですね、またチャイナからね、まあしょぼい数字がいっぱい出てきたということでね、これちょっと厳しいんじゃねえかと、まあ一応ね、日テレニュースでこんなん出てます。7、9月期の GDP 4.6% プラス、中国経済の今後はということでね、まあ、目標の 5% 届きませんでしたということです。でこれはいつも言ってますけど、チャイナの GDP は3引いてください、 3% 持ってますので、実質 1.6% しか成長していないと、いうことだと思ってください。で、一応ね、日テレのですね、このニュースもですね、前年同期比、プラス 4.6%、今年の政府目標 5% 前後を下回ると、いうふうに書かれております。で、今年の政府目標である 5% 前後を、下回り、前の3ヶ月からさらに減速というふうに報じられています。で、今後のね、中国経済どうなるでしょうかというですね、質問に対してですね、依然として先行きは不透明なんですが、実のところ変化も起きている云々かんぬんと、いうふうにですね、まあこの出てる人はね、まあ解説をしているんですけど、どうなのと、どんな変化がみたいなね、まあ一応その変化としてね、大規模な金融緩和を実施、住宅ローン金利引き下げ、国債を、発行増やして景気刺激策を、行う方針など示しましたと、示したんですけど、先週の金曜日ね、まあ、金額を言わずにね、追加対策しますって言って、まあ、今週早くもですね、まあ、株価が失速気味と、いうことでね、どうなのみたいなね。それからあとこれね、今日の、ニュースですけどね、今日の、ほんと深夜ですね、今朝ね、未明ですね、朝2時ぐらいの、ニュースですけれども、ゲイコーさんというね、住宅都市農村建設大臣というのが、まあ、チャイナにいるんですけれども、前にもなんか一回ちょっと話題になった人ね。で、この人がですね、中国の不動産融資を倍増、有料案件の選定制度拡大、年内に枠84兆円、開発会社の支援急ぐという、まあ、こういう記事ね、これ日経新聞出てるんですけどね、まあ、こういう発表しましたと。で、有料な住宅開発案件を選定して、銀行の融資を促す制度を拡大すると、いうことでですね、融資枠の現在の4兆円、現在の倍近いですね、4兆円に広げると、いうことだと。で、不動産開発会社の資金繰りを支援すると、いうことです。で、日経新聞が報じているところによるとですね、今回拡充するのは、地方政府が有料な住宅開発案件を選定し、商業銀行に融資を促す不動産融資協調制度、ホワイトリスト制度と呼ばれるもの。これ前にもあったな。ホワイトリスト乗ったらなんか融資がくれるみたいなね。前にもありましたね。あれをまあ拡充するんですね。銀行による積極融資を促進するため、政府が1月に創設した。そうですよね。もともとあったやつですよね。で、これを拡充すると。で、仕組みはですね、こう図解されてまして、地方政府がですね、有料開発案件をまとめたホワイトリストを作るそうです。そのホワイトリストになんか地方のね、共産党のローカルなね、有力者の案件とかがいっぱい入ってないといいですね。客観的な基準でホワイトリストを選定できるといいんですけどね、みたいな、まあそんな感じですね。で、それをもとに、まあ商業銀行が審査して融資を決定すると。あれこれやったんですけど、なんかそのホワイトリストに載ってるところにもあんまり融資がつかないっていうので話題になってませんでしたみたいな話なんですけど、まあ同じことやるそうですね。まあ一回やってうまくいかなかったやつですけどね。規模を拡大すればうまくいくんじゃないかみたいな。まあまあそういう発想もあってもいいんですけれども、まあやるみたいですね。で、それで、不動産開発会社に融資が出るということなんですけど、どうなの？どうなの？まずこれ元々あった仕組みじゃん。で、あんまうまくいかなくて現在に至るってことなんですけど、そう、うまくいかなかった仕組みを拡充すると。
なんか根本的な問題はそこじゃないように思うんですよね。不動産開発会社にどうして商業銀行が融資したがらないかというと、潰れるかもしれないでしょ。で、なんで潰れるかもしれないかというと、借金返せなくなってるからじゃないですか。で、なんで借金返せなくなってるかというと、今までほら、野放図に開発してきたのが売れなくてさ、バイバーゲームみたいにね、どこ作っても売れるみたいなのが売れなくなって、不動産価格が下落して、含み損も大量に抱えてですね、で資産を売却しようも、としてもさ、政府が売るなとか言ってて売れないわけでしょ。もう手元流動性なくて困ってて。でね、来月で来ると、なんか、みたいなね、噂が出てさ。で、そういうのばっかりにこう、融資してたら、銀行も当然バランスシートにね、穴開きますよね。貸し倒れになっちゃいますよね。だから貸さなかったんですよ。ね、政府がホワイトリストをお墨付きでまとめてやったやつでも、でもちょっとなと、うちの銀行はなんかそういうので不良債権いっぱいあるとか言ったら、またね、別の部署からね、政府のね、金融庁みたいなね、日本で言うとね、そういうとこから、お宅不良債権多いですよとか、言われちゃうんで貸せませんって言ってたはずなのにさ、これ、ね、枠を2倍にしたからってこれらのもので全て解決するんですかね。チャイナにはすげえ天才がいるんだな。これ、いやもう枠2倍すれば解決ですよ、みたいな。言うてるんですかね。承認した習近平も相当アホだと思うんですけど、大丈夫なんでしょうか。はい。で、ゲイコー氏曰くですね、リストの対象となる不動産を増やす考えも示したと、地方政府に対し、ふさわしい不動産案件を速やかに加えるように求めたということなんですけど、いや、これ増やしなさいとか言って増えるもんなんですか。基準があって、それを満たしてるかどうかって話なんじゃないの。基準を緩めて増やしなさいってことだと、何の解決にもならないと思うんですけど。大丈夫なんですかね、ゲイコーさんね。で、今くね、この記事にも書いてある通り、不動産開発会社の資金繰りは厳しいと。政府は2020年から21年にかけてバブル抑制のため、不動産金融を引き締めるなど規制を強めた不動産開発大手の中国恒大集団などが資金繰り難に陥ったと。まあ、恒大だけじゃないんですよ。みんな資金繰りなんですよね。で、さらにロックダウンが追い打ちかけて、でも住宅売れねえし、ね、8月時点の住宅の在庫面積は 22% も増えてると。で、こんな状況で融資の金額だけ倍になって、他の制度大して変わらない。大丈夫なんかと。いうことで、一応ね、ちょっとこの記事ね、こんなように書いてます。政府がホワイトリスト開発案件の融資枠を増やせば、不動産会社の資金繰り難が、和らぎ、住宅工事を進めやすくなると。もっとも完成後の販売が回復しない限り、資金繰り難から完全に脱却することはできず、新たな政策の効果は一時的なものにとどまるリスクもあると。いや、その通り。そのリスクがメインでしょ。でしょ？チャイナの人が、エンドユーザーが住宅買わねえんだから。ね、もう大損こいちゃってさ。ね、で、その、含み損抱えたやつがしこっちゃって、ね、生産もできないわけでしょ？ローン抱えたままさ、ね、負債はまあ、ね、増えるわけですよ。金利、ね、取られてるわけですから。負債が増えるのにさ、この資産の方である住宅価格がどんどん下がってんだからさ、ね、純負債じゃないですか。こうね、資産よりも負債の方が上回ってるようなね。ね、債務超過状態じゃないですか。だとしたらね、こんな融資枠広がって、よし、住宅買うぞみたいな感じで、盛り上がるわけないと思うんですけどね。バカなんですかね、これなんて。大丈夫なんですかね。はい。同じ内容の記事ね。これもね、産経新聞にも出てます。中国不動産支援84兆円に、工事中断の住宅に融資、購入者に引き渡しで、市況安定化狙うと、いうことでね。まあ同じですよ、ホワイトリスト。まあこれ共同通信の記事そのものかな。ホワイトリストに通ったやつにね、まあ融資拡充するとか言うてますけど、まあでもエンドユーザーがね、買わない限りは厳しいし、買わない理由がさ、解決しないじゃん、この政策でも。それは厳しいと思うんですよね。で、例のね、株バブルに乗ろうと思って、国慶節の連休前にね、大量に口座作ったチャイナのね、一般投資家の皆さん、ね、後追い素人、KKD というですね、もう、一番やってはいけないことやって、今、大損こいてるみたいですからね、先々週の金曜日がピークで、そっから下がったままぐにゃぐにゃ揉んでてね、本当だったらっていうか、狙ってたのはね、その、先週の土曜日の財務大臣の発表で、ね、週明けからドーンとこのピーク抜いて、ドカン、ほら見ろ、あと 20% 上がるみたいなさ、ゴールドマンサックスの予言みたいになることが多分、予想されてたっていうか、期待されてたんだけれども、まあ、そんなことにはならなかったわけですよ。住宅価格はじりじり下がるし、株価もですね、飛びついてみたらもうピーク過ぎてて、まあね、今、もみもみと、まあ、この、下がる可能性の方が高いんじゃないかなと。私ちなみにですね、その中国株の売りポジションまだキープしてます。はい。いたぶれるだけ習近平いたぶろうと思ってんで、まだこれは生産してる。もうちょっと下がると思うんですよね。まあ、せめてこうね、20% 上がったんで 20% 下がって、その後オーバーシュートですよ。下 20%、20% オーバーシュートして終わりかなと思うので、まあ山高ければね、谷深しという展開になるんじゃないかなと
いうふうに思います。で、やっぱりね、不動産投資もですね、減ってます。1月から9月はですね、前年比マイナス 10% と 10.1%、販売面積も 17.1% 減というニュースがですね、ロイターに出てました。国家統計局の発表です。1、9月期の不動産投資は前年同月比、10.1% 減少と。で、1、8月は 10.2% 減だったんで、まあ大体だからマイナス 10% ぐらいのペースで来ちゃってると。ただ前の年もその前の年から減ってますからね。どんどん縮小してると。下げ止まらないと、いう感じです。で、販売、床面積ベースの、不動産販売はですね、17.1% 減。これちょっと鈍化しました。8月までは 18% 減だったんで、ちょっと鈍化。新規着工面積は 22.2% 減と。まあこれもですね、8月までは 22.5% と、ちょっと鈍化が見えてきたんですけれども、まあ厳しいと。あとね、資金調達もですね、2割減ってると。いうことで、これはまああんま変わってないですね。はい。だからまあ資金がなければ開発できず。開発できなきゃ売れないとね。売れないから資金繰り困るんで、ますます開発できずっていうこの悪循環ね。融資を2倍にしたところでこれが解決するかっていうと、まあなんかこう問題の本質を見誤ってるんじゃねえかなみたいなね。まあそんな気がしたならないですね。日本のバブル崩壊のね、経験に学んでね、完璧にこの避けるね、このバブル崩壊をね、避ける策をね、秘策があったはずですしね、強権発動すればなんとかなるってずっとおっしゃってましたよね、親中派の皆さんね。なんかそういうことおっしゃってたあの方、だいぶ元気がなくなってるみたいなんですけど、どうなんですか？無限カウントダウンが今続いてますけど、カウントダウン止めらんないでしょ、どうすんのみたいな感じですけどね。まあ止める方法は一個しかないですよ。もう一党独裁をやめて、もう不良債権処理するしかないです。客観的なルールでね、バーンと竹中平蔵さんみたいにやるしかないんですけど、無理だろうな、厳しいな。はい。で、そんな中ですね、ちょっとね、不気味な動きがあるんですよ。ネオマオイズムというかですね、若者のね、体制離れが止まらないと。中国全土に広がる毛沢東ブームに習近平が頭を抱えているというですね、あの、安田峰俊さんね、チャイナ通の方ね、プレジデントオンラインに記事書いてるんですよ。で、なんかね、あの、昔のマオイズムって今のじいさん方ね、ね、あの、文化大革命の反省が足らないような人たちがまあ言ってるんですけど、最近若者はですね、その共産主義を原理主義的に考えてですね、徹底的にこれをやれみたいな感じで、まあ、騒いでるらしいんですね。で、あの、深圳のですね、ある溶接機工場で、賃金未払いや厳しすぎる管理に反発した工場労働者がですね、労働争議を起こしたらしいんですけれども、このね、労働争議を受けた、この、まあ、労働者の皆さんはですね、党の管理を受けない自主労働組合の設立を要求して、さらにですね、この闘争を支援するために、左翼の学生や20代から30代の若い活動家が、こぞってね、工場に駆けつけたという事件があったらしいんですね。で、安田さんの記事によるとね、共産党の国である中国における左翼とは、すなわち、まあ、毛派ね、あの、毛沢東主義者ね、マルクス主義者のことであると。数十人の若者たちは、国際共産主義運動を象徴する労働家、インターナショナルですね。立て、上たるものよ。まあ中国語で多分歌ったんでしょうけど、これを合唱してですね、規制を上げたと。団結、修正、力量と。ね。団結は力なりなど、毛沢東時代のスローガンも飛び出したということなんですね。で、BBC の中国版の記事によると、闘争に参加した、ネオマオイストの青年たちは、ほとんどが豊かな家庭の生まれだが、中国社会の矛盾を雑誌できず、左傾化したと。世田谷自然左翼だったと。チャイナ版世田谷自然、上海自然左翼ですかね。そういう人たちだったと。ただしですね、この運動が起こって数週間後にですね、なんかあの、捕まったらしいですね。なんかおそらくあの、武装警察官が突入したっぽいですね。労働者と、学生ら50人を拘束してですね、罪を認める声明をですね、まあ、無理やり発表させられた。あの、反省文をね、無理やり読まされるっていう、まあ、あの、儀式をやらされたらしいんですけれども、なんかね、この事件をね、境にですね、ネオマオイスト系の、学生が逮捕されたりとか、北京大学などのマルクス主義研究サークルの活動が、当局のね、妨害を受けたりするようになり始めたと、いうことで、ただこのネオマオブームはですね、一連の事件を通じて、むしろ強まって広がりを見せるようになったと。経済が減速する中、若者の就職難は深刻であり、やっと職を見つけてもですね、朝9時から夜9時まで収録勤務のね、白球激務が待っているらしいと、いうことですね。もうジャックマンみたいな人も生まれないと。いうことで、寝そべってるだけかと思ったらね、骨のあるやつがね、左翼運動始めたというこれ。いやーこれちょっとやべえんじゃねえかなと。まあ、経済失勢が続くとですね、まあそういう危険思想っていうのはね、
まあ、あの、蔓延するんですよ。チャイナにとって危険思想はこのネオマオイズムもそうですし、まあ、民主化運動もね、これね、ある種の危険思想ということでですね。いやー、だいぶなんかちょっと日本みたいになってきましたね。悪夢の民主党政権みたいなのが誕生するかもしれないなと。まあ、そんな気がして、ならないんですけれどもね。果たしてどうなるかということで、引き続きですね、ウォッチを続けたいと思います。今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方をお願いします。最後にですね、私のことを特に応援したいという方ね、Thanks ボタンと、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にね、ぜひ遊びに来てください。今登録するとね、週末の無料メルマが間に合いますので、無料登録で結構ですので、ぜひ登録してください。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー!